ということで元気に番組進めていきたいと思います、はい、今日はですね中継が出てるんですよ、うん、早速呼んでみたいと思います、はい、黒塚さん、下かな、あでもやっぱり上かもしれないですね、黒塚さん、黒塚さん、あごめんなさい、視力測ったらちょっと夢中になっちゃいましたよ、あらまあ、最近ちょっと視力下がってきてるみたいなんですよなんて言っても私病院に来てるわけではないんです、はい、実はメガネ市場タトミリバーサイド店に今日はお邪魔しています。なるほど、全国展開しているメガネ市場がついに山梨にも登場、こちらタトミリバーサイド店、伊沢店、南アルプス白根店、竜王店と県内では4店舗が今月2日に一斉オープンしました、はい、店内はですねこのように優しい照明でとても明るく清潔感がありますよ ね、 ねえ、はい、こちらメガネ市場の手塚正樹さんです、よろしくお願いします、はい、どうもよろしくお願いします、お願いします、お願いします。手塚さん、このメガネ市場の一番の売りってどんなところでしょう。はい、それはズバリですねスピードと価格です。スピードと価格、なるほど、ということは、はい、まずお客様に、検査をさせていただきまして、はい、その後にレンズとフレームを選んでいただきます、うん、その後にメガネが25分で仕上がります。メガネって25分で作ってしまうものなんですか、はい、その通りでございます。はい、そして、はい、店内全品メガネ式1万8900円です。うわー、1万8900円、これはお得ですね、はい、あの2万円でお釣りが返ってくるわけなんですよ、はいはい、ですのであの当店の方は、薄型レンズ、遠近両用レンズも、一切追加料金はいただいておりません。なるほど、嬉しいですね。では25分でできるということはこの花金を放送している生放送中にもメガネを作ることができるというわけですよね。そうですね、はい、ではあの実は私メガネ作ったことがないんです、怖いと思っているんですが、はい、うん、本当に初めてなんですけどメガネを作ってみたいと思います。ちょうどよかったですね。そうですね、本当にまさに初体験ですな。そうですよ、まずはフレームを選ぶところからです ね、 ね、はい、カラフルなものがたくさんありますね、うん、はい、あの全種類でも2000種類はございますね。うわ、2000本、こんなにあるんですか、はい、その中から一つを見つけるのって難しいと思うんですけど。難しいですね、悩みますね。これなどはどうでしょう、ちょっとね試しにかけてみますね、うん、どんな感じ、はい、こんな感じです、うん、ああなるほど、なんか上品な感じもするし、ね、そうですね、理知的、うん、あ知的な感じ、お、いいじゃないですか、ちょっと他にもかけてみますね知的っていう言葉にはいいです、一番苦手な部分だもんね、そんなことないか、そんなことありません佐藤さん、失礼しました。そしてこちらが赤いフレームです。なんかでもおしゃれっぽいね、うん、そうですね、そうですね、あの丸い形をしますので、うん、女性がこう丸いタイプですと優しい感じになりますので、そんな感じだね、いいですね、はい、確かにちょっと鏡で覗き、おー、私もやっぱり、はい、しっかりチェックしないといけませんからね、うん、じゃあでどれにするんだよ、いやごめんなさい、やっぱりね、悩んじゃいますよ、だってしっかりもう視力も測ってきましたし、あとはフレーム選ぶだけですからね、はい、どうでしょう、こちらのフレームはあの今日の色に服装の色に合ってますので、しっかり統一感があっていいんじゃないですかね。じゃあ私これで決めました、はい、ありがとうございます、はい、ではフレームを選びました。次はどうしましょう、はい、あのレンズを選んでいただきますので、はい、どうぞこちらでレンズを、おではこちらに座りまして、はい、当店の方でですね、はい、レンズの種類が20種類ございまして、はい、このその中のように軽さ、割れにくさ、薄さ、鮮明さ等で、まあ、1本、選んでいただくという形になっております。レンズは何種類ぐらいあるんですか。20種類です。20種類で、はい、わレンズの元々の形ってどうなってるんでしょう。そうですね、もともとはあのこのような形をしておりますので、はい、はい、からさらに加工していくわけですね。そうですね、メガネの形にこうから変えていくわけです。なるほどね。では25分でできるということで、実は私このようにストップウォッチ持ってきてしまいましたしっかり測らせていただきます。それでは手塚さんよろしくお願いします。スタート。はい、はい、ということでね、時間内にできるでしょうかね。楽しみですね、 楽しみですね、はい、さあここでお知らせです。さあ
そろそろ時間気になります。中継呼んでみたいと思います。メガネ市場どうなったでしょうかね。黒塚さん。はい、今月2日にオープンしましたメガネ市場里見リバーサイド店です。今はじゃん、ストップウォッチ23分を少し回ったところです。まもなくですな。そうなんですけれども、はい、あ、今出来上がりました。うわ、もう25分、ほぼ25分ですからね。ありがとうございます。では早速、うん、つけてみます。初めてなんです、本当にメガネが。どう、よく見えますね。いや、似合うね。似合いますか。うん、ありがとうございます。やっぱりこのフレームもちょっとね、女性らしさを。そうですね、小さめのフレームなんで、うん、ちょうどお顔小さいですから合いますね。 ありがとうございます本当に嬉しくなっちゃいましたね。いや、でも本当にこうやって自分のお気に入りの一品を見つけることができるのって嬉しいですね。そうですね、はい。でも数ある中からやっぱり迷ってしまう方もいると思うんですよ。そうですね。ということで、ここでメガネ市場たとみリバーサイド店のおすすめベスト3を教えていただきましょう。はい、かしこまりました。はい、ではこちらコーナーをご覧くださいませ。はい、こちらも男性の今週の1位、2位、3位が飾られております。お、2位と3位は、まあ、形状記憶のフレームでありまして、はい、1位はですね、ぜひ黒塚さんにお手に取ってもらっていただいても嬉しいでしょうか。はい、ではこのフレームを手に取ってみます。ではここを広げてください。え、広げる、まあ、一見すると普通のフレームのようなんですが、うわ、見てください、ここまで広がります。かなり顔の大きな人でも大丈夫だね。そうじゃないって。そうじゃないです、これ佐藤さん、いいんじゃないでしょうか、このメガネ。ね、ここまで広がったら、うん、顔の形にも安心使えるよね。そうですよね。では気になる女性の方も見てみましょう。お願いします。こちらも同じように1位、2位、3位が、展示しておりまして、はい、まず3位ですね。はい、3位の方は下の枠のないタイプですから、比較的女性がこうかけていただいて自然なフレームとなっております。うんうんうん、なので人気がありまして3位になっております。はい、そして2位は、はい、どちらかというと女性用にしては男性に近いフレームなんですけども、もうキリッとかけたい方に対してはすごくおすすめのフレームです。息の女って感じですね。色合い的にもちょっと、ね、シャープな感じ。そうですね、落ち着いた感じで、そんな感じになりますよね。そして栄えある第1位は、はい、カラーがすごく可愛らしい。本当ですね、色とりどりですね。紫、赤、はい、ピンクとあります。で、1本お手に取っていただきまして、はい、淡い感じで透けて見える感じですね。そうですね、まずこちらにですね、鼻のパッドがついておりまして、はい、女性ですとまつげが当たってしまうことがあるので、この鼻パッドがあるとまつげが当たらないと、そういう機能性のフレームでもございます。おお、ということはまつげが長くて目が大きい後藤さんにはぴったりかもしれません。嬉しいじゃないですか。そうですね、気に入ったらぜひ後で買いに来てください。はい、分かりました。お願いいたします。いや、でも本当に25分で素敵なメガネがつけてしまって、はい、そして店内全品メガネ一式1万8900円というお得な値段も嬉しいですね。そうですね、はい。さあ、それでは県内4店舗でオープンしました、その場所をご覧いただきましょう。まずは中継していますたとみリバーサイド店です。大型ショッピングセンターや流通団地の東側にあります。そして伊沢店、それから南アルプス白根店、そして竜王店ですね、ご覧の場所にあります。ぜひね、4店舗既にオープンしたばかりですから、はい、大勢の方に来ていただきたいですね。そうですね、皆様一度よろしくお願いいたします。お待ちしていますよ、皆さんも来てください。以上、中継でした。はい、時間内できました ね、 ね、いや、私まで行かないと。そうですね、さあ、お知らせをどうぞ。後藤さんも待ってますよ。ということで、気になる、ね、中継読んでみましょう。はい、黒塚さん。はい、メガネ市場たとみリバーサイド店からお送りしましたよ。はい、手塚さん、やっぱり売り場スピードと価格ですね。そうですね、店内全品メガネ一式1万8900円ですから。そうですよね、それ25分でメガネ作れてしまいますもんね。はい、そうですね。さあ、県内の4店舗もう一度確認しておきましょう。たとみリバーサイド店、伊沢店、南アルプス白根店、竜王店と今月2日にオープンしました。皆さんぜひ、ね、たくさんある種類の中からお気に入りの一つ選んでください。私も選びました。
似合うよ。ありがとうございます。これからあれだね、メガネのアナウンサーで売っていこうかね。そうですね、今メガネのねタレントさんも人気ですからね。はい、ね、じゃあそういう路線で行こうかな。本当ですか。路線変更。はい、皆さん待ってますね、ぜひお越しください。はい、まあ、本当にファッションを変えるようにメガネも変える、そんな時代かもしれないね。おしゃれですよね。はい、ということでまた来週です。さよなら。週末を。